はい、どうも、たくチャンネルです。カードショップたくちゃんってお店やってます。あとね、最近デッドジャムってゲームが無料でダウンロードできるよ。すいません。ちょっとチラ見せしとく。全部出すとちょっとめんどくさいから。あ、しまえない。はい。というのがあるらしいですね。あ、そうなんです。最初はグー、じゃんけんぽい。テンポもらいます。はい、オープンザフラッグ、マジックワールドは格も題じゃないゴールだった。本当はここもね、バディもね。よし、行くぜ。リーズナブルにしようと思った。じゃあ、ジャンロードロー。うわー、ひでー。ザクヒーロー第一基地。お、強いじゃん。初手基地強いじゃん。引けてんの強いよね。あ、気をつけて。ゲージ使います。シーフキャード。はいはい。あとワンドローだ。強いじゃん。その動き強いじゃん。じゃあ、まあ3点。受けた。じゃあ、デッキの下に戻ります。シャッフルしないでこれする、ドロー。チャージ&ドロー。ソムリエザガンコール。デュエルをバディコールだ。ライフプラス1、そしてゲージも増えるぜ。どうぞ。そしてソムリエザガンの効果でナイソン最高打数をノーコスで使う。2ドロー。え、どういうことですか？これゲージが1つ少なくなるって書いてあるんだよね。はぁ、うん、まあまあでしょう。そしたら私がさっきも出したシーフキャットもライフ1減る。いや、魔法だけだね。マジックワールドの魔法のコストが1減る。魔法なんだ。しかもマジックじゃないですからね。そうだね。両者ここはライフプレッシャーかけるポイントなのか悩むな。まあ普通に殴る。2点。いけます。1点。いけます。2点。いけます。エンドドロー。俺のクリフター引けるかな。そう、引けないとね。あれ、角王の証って4等していいんじゃないの。あれ全てのブラックで使えるって書いてあった。さっきタクちゃん、俺のギガンティッククラッシュ食らっちゃった。そう、ギガンティックで負けたのさっき。ゲージ使います。レフトにシーフキャット。はい、じゃあワンドローどうぞ。効果でワンドロー。この効果は一旦に1だよね。ラスタンビンドローしたらめちゃ強いからね。ゲージに使います。おお、なるほど。かしのなんとかスニークジャッジメント。イケメンの名前ついてるから。すいません、やっぱこれセンターに置いたっていうことでいいですか。すいません。でも殴ったらいなくなるからね、どうせ。はい、じゃあここを考えます。マジカルグッバイでブエル戻します。そして効果でいなくなっての効果でワンドローします。強い。ちょっと今の引きがものすごく強かった。マジで。でももうアタックフェーズだからコールはできないよ。はい、2点。書いてあるですか。あと、こっちでこっち考えます。受けます。はい、エンドです。ドロー。そう、引かないぞ。あ、これ引かないパターンだ。チャージ&ドロー。引いた。え、めいちゃん引いちゃった。リコスト角もだイコール。ちょっと、え、そして6点か。まだこのターン決められない。3点。ファイターキャッソー。お前の技を見つけた。見切られた。1点。いきます。ハンドドロー。チャージ&ドロー。あ、強いの引いてしまった。すいません、ありがとうございます。あ、でもそっか、あいつがいるのは破壊できるやつが、はい、攻撃を返さずに破壊するのは結構角も台倒すのに大事なポイントかもしれない。そろそろ本気を出すぜ。はい、2ドロー。2ドローです。ごめんなさい。ってなっちゃう効果があったんですよ。今引いたやつ、サイズ2のやつ、もしかしてサイズ2のやつ違うか。さあそれ出されて困るんだ。一番困るのはあれ、名前忘れたけどめっちゃ光ってるやつね、超ガチのやつ。ああ、1万のあれですか。出てきた時破壊するやつがいるんだよな。それだと手札持たなくなるね。迷ってるようだね。迷ってますよ、そりゃ。じゃあセンターにロードクロー。じゃあゲージ配るよ。はい。で効果でこいつ。じゃコヘイ。じゃコヘイ入れます。こいつ横に置くと放置されるんだよね、結構。そうなんですよ。でライトに。ちなみにそっちの必殺技は場にモンスターがいると使えなくなるからね。こいつは場を離れない。それ結構気をつけてる。でこれが、味方に他のダークヒーローがあるなら、はい、センターにモンスターがいても相手を攻撃できます。なるほど、それ強い、それ強い。で、このカードが相手にダメージを与えたとき、手札に戻ります。それだけです。じゃあとりあえず2点考えるよ。1ゲージ払い、シレックスダメージを無効にして、これは戻んないです。そう、残っちゃう。あ、そうだ、あ、すいません、基地の効果。あ、ハンドロード。それもちゃいますね、やっぱり。そう、忘れちゃう。結構難しいでしょ。忘れちゃったりするから難しいんだよ。でも基地からスタートしてるから割とダークヒーローの割には手札がちゃんと残せてる。足りないエンドです。足りないんだね、1万超えられないんだね。でも空殴りすると一応こいつは破壊されてワンドローはできる。まあやんなくていいか。ドロー、これ迷うな。チャージ&ドロー5点だろ。じゃあコールしよう。3点貫通。どうしよう、もうそこ行きます。それで効果でワンドローです。これね、アタック、自分のアタック時だけど。じゃああと2点、1点ファイター。あ、すいません、今破壊される前にちょっと言っておきたいことを忘れてました。される前に効かぬはってできるんですかね。できるできる、その単中だから。じゃあ1だけ食らうことになるね。すいません、本当にすいません。これ初見なので。初めてダークヒーロー使ってるからね。そうなんです。あ、そうなると話は変わってきた。ごめんなさい。そうなると話は変わってきたから、こいつは破壊した方がいいのかな。じゃあこいつは破壊して、これで1点。じゃあそこは置きます。なんだこいつは弱いからほっといていいのかな。でこいつ放っとくとね、必殺技打てないんだよね、そっちは。そうなんですよ。だから置き換えとかしないと。こいつは基本センターに置いて壁にするのがポイント、使いやすいやり方だよね。チャージドローも考えてる。難しいでしょ。普通のヒーローの方が使いやすいし強いんだよね。ダークヒーローより。チャージ&ドロー、ちょっと来い。チャージしたやつ、まあいいだろう。相手の残りライフとか気にした方がいい。一気に9とか削れるからね、頑張ればの話です。ただこいつが硬いから今回シュバルツが出ないとちょっと難しい現状。じゃあサグラフェイズをフェイスの、はい、バリコード、はい、手札は捨てる？捨てます。じゃあ1点。1捨てた。あーでワンドローだ。はい。うわー、なんかちょっと強そうだけどね。じゃあセンターに210。こいつアタック時ゲージ払わなきゃいけないんだよね。あ、どうしよう。すいません、やっぱここにこんな感じ。はい、すいません。それじゃあゲージ使ってこれとこれでアタック、ちょうど1万か。じゃあ受けて、こいつが破壊されるとき1ゲージ払って2枚。あ、そういうとき貫通なので。あ、オッケー。そうか、貫通取るのかな。まず2点受けてで2枚捨てるね、1枚2枚捨てます。でこうやって捨てられた時ライフ1払うとワンドローできます。で倍残った。はい、で終わりかな。それで横か。でこいつ破壊される。でワンドロー。でこいつはちょっと待って、こいつ相手のセンターにモンスターがいても直接攻撃できる。やばい。やばい。受ける。やばい。ライフがやばい。明日まで残ってるのにライフがやばい。チャージ&ドロー。そうなんですって今言いましたが、普通だと内心初めてです。あ、そうだね。こいつ1000円効果持ってるの忘れてたでしょ。じゃあまず3点。キャストを見切りました。じゃあ3000。終わり。死んだかな。死んだかなこれ。過去もできたんだ。やっぱ弱点あるねこれ。こいつで1000円されるとこいつが場に残ってても2点ダメージくる。あっちもね今ねやばい。じゃあライトにジャッシュか。やっぱ弱点はあるんですねこれ。強そうだったけどセンターにゲージ1シーフチャットで効果で回る。これな、基地効果な。じゃあとりあえずいやこれじゃ8000は届かないね。まあ空殴りすればこいつがいなくなるから。じゃあ空殴りで、はい、じゃあワンドローしてください。はい、そういうことです。このワンドローに命をかけるわ。はいああ、さっき言ったやつちょっとで1000円2点じゃあ2ゲージ払って、あのモンスターかアイテムを手札に戻す。ウープスだ。前ちょっといやちょっとあれですよね。でもう届かないよね。いい？あ、はい、いいです。アンドドロー、チャージアンドドローをゴール。じゃあ3点ファイターキャストダメージコントロール。あ、これは設置魔法なんだよ。設置してこないと使わないんだよ。じゃあ設置しといたことにしよう。すいません。でもスニークジャッジメントで引いたこれ。それだと設置できないよ。スニークジャッジメントじゃないよ。じゃない。引いてたならまあ設置してたことにする。じゃあこれ手札を捨てると2ダメージ減殺できます。これ優しいね。すいませんでした。じゃあそうなると横倒した方がいいって話になったね。じゃあこの3点のやつける。じゃあもう次ジャッジメント装備されて終わりじゃん。エンド。エンドですよ。あ、はい、ドロー。だってウープスで今手札に戻ってるよね。チャージ&ドロー。開けた。開けたこれ。本当はこれインチキだからね。はい、すいませんでした。私のなんとか。はい。じゃあ。はい。じゃあ。はい。で破壊されてのワンドロー。こいつが1000円なんだよね。ないんですよ。ありがとうございます。これですね、さっき言ったやつ。そうそう、これ引いて戦闘介さずに倒すと割と楽。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出かけた。